バックパッカー、バックパッカーとは、低予算で国外を個人旅行する旅行者のこと。バックパック、リュックサックを背負って移動するものが多いことから、この名が付けられた。日本語では、パッカー、バッパーと略すこともある。こうした旅行、バックパッキングはまた、自由旅行や低予算旅行とも呼ばれる。一般的な旅行者との違いとして、 世間的な休暇よりも長い期間にわたること、バックパックを使うこと、移動に公共交通機関を利用すること、高級なホテルではなく、ユースホステルや安宿を利用すること、観光地を見るだけでなく、地元の住人と出会うことにも興味があることなどが挙げられる。様々な文化や地域からの旅行者が加わり、 これからも加わり続けるであろうため、バックパッカーの定義を厳密に定めるのは難しい。最近の調査によると、バックパッカーたちは自身の旅行経験に結びついた行動原理や意義の多様性を反映して、不均質なグループを形成した。バックパッカーたちは制度化されていない旅行の形式への共通の系統を見せ、それがバックパッカーとしての中心的な自己定義となっている。 1960年代から欧米で流行し始め、航空券の低価格化とともに、世界の若者の旅装の代表となった。2000年代には、ライフスタイルとしての、また、ビジネスとしてのバックパッキングが大きな成長を見せた。格安航空会社はもとより、世界の各所にある、ユースホステルゲストハウス、ドミトリーなどの安宿、インターネット上のブログ、電子掲示板、SNS など、 デジタルなコミュニケーション手段や情報資源によりバックパッカーが長期の旅行を計画し実行し継続することは以前よりも容易になっているただ節約するのではなくホテル止まりで品格として扱われるパックツアーでは見ることのできない姿勢の人々の生の暮らしに触れるのもまた大きな目的であるバックパッカーの正確な期限は不明であるが少なくとも部分的には 1960年代から1970年代にかけてのヒッピートレイル、ヒッピーの業績にそのルーツをたどることができる。ヒッピー旅行者たちは、かつてのシルクロードであった地域を順番にたどっていった。実際に、今日でも、バックパッカーたちの一部はそうした旅を、今日の環境保護運動の人気にも乗じてより、学方法によってではあるが再現しようと試みている。 さらに歴史を遡れば、17世紀末に公共交通機関を用いて世界を一周したイタリアの冒険者、ジョバンニ・フランチェスコ・ジャメリカレリがよ最初のバックパッカーの一人として挙げられることがある。かつてのヒッピートレールを辿る旅は、1980年代以降のアフガニスタン・イラク・イランの正常不安のため困難なものになっているが、バックパッカーたちは、 世界のほとんどの地域に広がってった。近年では格安航空会社や航空便の増加がさらなる増大に貢献している。現在では北アフリカのモロッコやチュニジアやその他の格安航空会社で到達できる地域が新しいヒッピートレルとして形成されつつある。ワンワールドやスターアライアンスやスカイチームの世界一周航から券を利用するなどしてバックパッカースタイルにて 世界一周をする者も,も多い。科学技術の変化と進歩もバックパッキングを変化させている。伝統的なバックパッカーたちはノートパソコンやデジタルカメラや携帯情報端末といった高価な情報機器は盗難や破損の恐れがあ荷物も重くなるとして持ち歩かなかった。しかしながら軽量な電子機器との接触を保っていたいという。 欲望は後日のフラッシュパッキングと呼ばれる傾向を生じさせ、その形態は進化を続けている。運ぶものの変化と同時に、バックパッカーは当初ほどには実際のバックパックに頼らないようになってきているが、それでも依然としてバックパックはバックパックの基礎的な荷物と考えられている。経済発展と渡航自由化を受け、大韓民国では2000年代より、 バックパッカースタイルの旅がブームとなった。その背景には、同時期の日本文化開放により、パクチョナを起用した、ススめ、電波少年警筆ハイク企画、雷波少年雷波少年ファイナル、企画ラストソングが放送されたことが影響した。なお、韓国語ではバックパックを、ペナン、ハイノーと呼ぶことから、ペナン予変、ハイノー旅行と称される。同様に、中華圏でも、 個人自由渡航が可能な香港や台湾ではの故障でバックパッカースタイルが富裕層によるバックカイ旅行の対極的位置づけの社会現象として捉えられている。フラッシュパッキング、フラッシュパッキング、フラッシュパッカー。フラッシュパッカーは裕福なバックパッカーを指す信号である。伝統的にバックパッキングが低予算の旅行と物価の比較的安い目的地結びつけられてきたのと、 対照的にフラッシュパッキングは単純には旅行中により多くの予算を使えるものとして定義される。フラッシュパッカーのフラッシュは光るもの、見せびらかしなどの意味があるが、この後の期限自体が不明瞭で定義もまちまちである。近年急速に増加した宿泊や食事にはそれほどお金はかけないが、選んだ旅先での活動にはふんだんに 地として過剰にお金を使う旅行者たちを指すと考える人々もいる。昼は低予算の旅行者たちと共に冒険的な旅を行い、夜は落ち着いた食事と快適な宿泊を楽しむようなスラムを覗くことと贅沢との不調和な混行と考える人々もいる。さらに、携帯電話、デジタルカメラ、iPod、ノートパソコン、タブレット端末などを持って旅することを好む。 テクノロジーに通じた冒険者としても定義される。しかしどれも必要条件というわけではない。他の旅行スタイルと同様に、フラッシュパッカーの語は主に自己定義として用いられている。この語はまた、従来の組織的な旅行を見放して、かつてはより冒険的なバックパッカーだけのものであった。目的地へ進出する旅行者や、高収入な仕事から離職したり、 キャリア上の休暇を取ったり手自力での旅行に時間を費やすのだが、より快適に自宅で慣れ親しんだ多くの装置とともに旅するような旅行者の増加も反映している。結果として宿泊施設も変化し仕事を確保するために依然として低予算な旅をしている旅行者にもより高級な設備を提供しようとするようになった。旅行者の需要の変化に応じて 宿泊施設の側も変化する必要があると認識したのである。フラッシュパッキングとは対照的に、アイベアや寝袋や長期滞在の場合は、アパートの利用などで宿泊費を、屋台や自炊などで食費を、公共交通機関の利用や、基地チハや格安航空券の現地調達や道の多様で移動費などを限られた予算で遠く長く、 旅するために大なりこなり節約しながら旅するのが、伝統的な低予算のバックパッキング、バジェットトラベル、バジェットバックパッキングである。極端なフラッシュパッキングでなければ、バックパッカーには何らかの形で節約はつきものだが、中には安くあげること自体を楽しみとするものもある。キャップパッキング、キャップパッキングは、高校卒業から大学入学。 もしくは大学卒業から就職のギャップイヤーの間に、多くの国々を短期間に巡る、主に欧米人の若いバックパッカーの旅を指す。この制度や社会慣習がない日本の学生は逆に、履歴書に空白、ギャップを作らぬ、要求学制度を利用する場合がある。メガローピングは、鉄道、バス、地下鉄などの公共交通機関のみを利用する、バックパッキングを指す。逆に、 交通機関の利用を最小限に抑え自転車を主な移動手段として移動する者も,もいる。自動車などを運転して旅行する者はオーバーランダー、オーバーランディングと呼ぶ。他にヒッチハイクや徒歩も有力な移動手段である。物価が安く、社会的なストレスがほとんどない旅先の環境に慣れきってしまい、移動や観光もほとんど行わず一つの街や宿に、 長期滞在するバックパッカーの状態を日本語で沈没と呼ぶ。資金が尽きるまで、さらにはインターネットを通じて離職、禁作してまで長期投留する場合もある。最初から沈没を目的に国外へ行くことは外こもりとも呼ばれる。バックパッキングで重視されるのは本物の感覚である。バックパッキングは休暇であるというだけでなく、 自己教育の手段でもあると受け取られている。バックパッカーはツアー旅行がそうであるとみなされるようなパッケージ化されたものではなくリアルな現地を体験したいと望み、これがバックパッカーが反観光客であると考えられ原因となっている。そして舞台裏を密かに歩く感覚や現地の人々とより深い関係を持って実際の生活を見ることの感覚もある。 バックパッカーは他の旅行形態と同様に論争の的であり続けている。こうした批判の一部はヒッピートレイルの頃の旅行者の行動に遡る。批判はバックパッカーを受け入れる国々やバックパッカーの行動に同意できない他の旅行者たちを含む様々な方面からなされてきたが、バックパッキングが旅の主流により近づくにつれ、バックパッカー感も改善してきている。 エリック公園はバックパッカーの主目的の一つが本物を探求することであるにもかかわらずバックパッカーの大部分はその時間の多くを他のバックパッカーとの交流に費やし現地の人との交流は荷物着になっていると批判しているバックパッカーが多く訪れるバナナパンケーキトレールではバックパッカーの存在が現地のあり方そのものを変えてしまうという指摘もあ 長期間の旅ではすべてのビザを事前に取得することは難しく、また現地でしか取得できない場合や国境自体が閉鎖される場合などもあるため、国境情勢はバックパッカーのルート自体に影響を与えるかつてのシルクロードの陸路の旅は今日では難しい。旅行中はこうした治安、国境情勢、物価、イベント、 店の評判など様々な情報を語学力も、生かし現地で収集する必要がある。バックパッカーの集まる宿などでは旅行者同士の情報交換が行われ、そのための情報ノートや伝言版などが設置されていることもある。また、今日では、各国の政府観光局や外務省の危険情報、旅行業者や旅行者自身のウェブサイトやブログなど、ある程度の情報は、 携帯情報機器やインターネットカフェなどを利用してネットでもおさむできる。バックパッカーが治安の悪い地域や紛争地域に軽率に足を踏み入れ犯罪に巻き込まれる例がある。注意が必要。移動先では常にまず人よの宿を確保する必要があり、バックパッキングは移動と宿探しの繰り返しでもある。食事は外食や買い食いが多くなるが、 食品を安く浮かすため自炊することもあり、さらに宿の滞在者同士でお金を出し合い共同で料理することもある。日本語ではシェアハンと称する。一度宿に落ち着いてしまえば基本的にすることがないので長く滞在している者は宿や飲食店などで他の旅行者の置いていった本を読んだり他の宿泊者と話やゲームをしたりして過ごしている。何のストレスもなく無に過ごせることから 沈没してしまうものもある。否定的側面もあり、現地の人々と触れるには他の行動や語学力も必要だが、共同生活により旅の仲間や時には恋愛関係が生まれる側面もある。宿に関しては長期滞在者の間では民泊の利用も増えている。バックパッカーの荷物には通常の着替えや洗面道具などのほか、現地情勢に合わせた薬や盗難防止の鍵や、 電圧変換器、現地では手に入りにくい可能性のある、トイレットペーパー、洗濯バサミ、端ような日用品、情報源となる旅行ガイドブック、地図、情報機器、意思疎通のための辞書類や筆談用の文房具、安全性に配慮したトラベラーズチェックや流通性に優れた通貨の現金などの金銭、ビザ取得や一万一のトラブルなどに備えた各種証明書や証明写真、 無料を慰める、玩具、楽器、文庫本など、バックパック一つで最低限かつ旅先の必要全てを満たすべく、旅行者各自の経験や、スタイルや、旅程や体力に応じて様々な物品が詰め込まれている。バックパックに何をどう詰めて持っていくか行かないかの技術や、取捨選択は、バックパッキングの原点とも言える。旅行者が多く集まる街には、 ゲストハウス、インターネットカフェ、レストラン、旅行用品店、旅行代理店など旅行者向けの施設が集まる安宿街がしばしば形成されバックパッカーの拠点となっている。旅行者側の個別の言語や出身地に対応、特化した宿、現地ガイド、料理店などの各種サービスが提供されていることもある。以下は各国の安宿街の簡潔なリストである。オーストラリアでは ワーキングホリデー制度で入国し、短期であってもアルバイト収入を得る者に対し、所得税を徴収する税制の導入を施行した。この処遇を現地では、バックパッカー税と揶揄する。これはオーストラリアでは、ワーキングホリデー滞在者でなくとも農販機に、農場でアルバイトをして、旅費を捻出する旅行者、バックパッカー多く、農場側も人手不足を補う労働力として、 依存する事情に起因する。バックパッカーシンドローム、バックパッカーシンドローム。一度バックパッカースタイルの旅を経験して帰国すると、再び次の旅へ出たくなる、心理状態とそのための準備行動、旅費を稼ぐための気労働などを指す。講義では、旅に懲りた人がバックパッカーを卑下する、批判的言動も含む。欧米系バックパッカーが、医学用語である腕神経相麻痺。 通俗的に使用したことから広まった。物語を意味する英語の、おかんした、ベックパッカーという現地人や旅行者から金銭を恵んでもらって、旅を続ける輩がいる。なお、かつては、路上ライブや大道芸を披露して、投げ銭を稼いだり、この行為は、厳密には就労、工業ビザが必要で不法就労にあたる、売却や、国際的に汎用性と信用度が高い。 日本国パスポートを売りさばいて旅費を捻出するバックパッカーを古事記と呼んでいたこともある。パスポートを故意に条とすることは旅券法違反であり、現在は偽造が困難になったことから転売は難しい。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。